谷さんと橋本さんです。前回続きましてチャイコフスキーピアノ協奏曲第1番、今日から第2楽章の解説に入ります。第2楽章は第1楽章と比べると知名度は少ないんですけれども、序盤と終盤の美しいメロディー部分と中盤の目まぐるしく動く部分、非常に独特な個性を持つ楽章として仕上げています。ベースパートは全体を通じて1楽章と同様に難しい部分は出てこないんですけれども、弦楽器が比較的苦手としている1楽章と同様にフラット5つの譜面で書かれていますので、適切なポジション取り方に重点を置きながら解説していきたいと思います。小節数、演奏部分ともに少ないので、本動画1回限りの解説とさせていただきます。冒頭は8分の6拍子で始まります。この第2楽章は一貫してミュートをつけて演奏しますので、ここも付け忘れのないように注意してください。ベースは13小節目から入りますが、ここのポジションは19小節目のアス・ゲスを異変して取るか、デーセン1本で取るかで大きく変わっていきます。まず異変して取る場合は、最初第2第3の中間ポジションでデースを4で取って、17小節目のセイは2とまとめて取ります。で、ベーからハーフポジションで4、アスまでまとめて取って、ゲスからデーセンに移ってまとめて4に、このように取っていただいても構いませんし、もしアスとゲスをデーセン1本で取る場合は、第3ポジションからスタートしてデースを2、17小節目のセイは1で取ります。で、次のベーからデーセンに移って、第3第4の中間ポジションを使って、アスまでをまとめて4、2、1と取った後、ゲスを第2ポジションで2、取っていただいても構いません。29小節目から4小節間のボーイングはダウンから入っての弓順で弾いていただきたいと思います。で、33小節目から5小節間なんですけれども、最初2小節間のタイの伸ばしはダウン1人で弾くことができますが、35小節目から3小節間はツイストのテンポ設定によって回路するかしないかは変わってきますので、それに応じて回路するかを決めていただいて構いません。で、ポジションはもうデーしか出てきませんので、開放でも構いませんし、アーセンで押さえて取っていただいても構いません。46小節目からのポジションですが、ここは49小節目、50小節目で第2第3の中間ポジションを使う部分が出てきますので、ここはアス・ゲスはデーセン1本で取っていただきたいと思います。まず第2第3の中間ポジションでセイを4で取って、セイを2、チェスを1と、ここまでまとめて取ります。で、次の Cw フラットからデーセンに移って4で取ります。で、アスを4で取って、ここからはポジションは変えません。このようにまとめて取っていただきたいと思います。54小節目からのポジションですが、56小節目でアス・ゲスが出てきます。ここは異変してもデーセン1本で取っていただいても構いません。異変して取る場合は第2ポジションでチェを4で取ります。で、ハーフポジションでアスを1で取った後、最後はゲス F になりますので4、2とまとめて取ります。このように取っていただいても構いませんし、第2第3の中間ポジションでセイとチェスを2、1と取って、で、次の Cw フラットをここからデーセンに移って4で取った後、で、最後は第2ポジションでゲスと F を2、1、このように取っていただいても構いません。59小節目から8分の6拍子は変わりませんが、速いテンポの部分に入ります。で、譜面にはプレスティシモと書いてあるんですけれども、ピアノソロが8分音符を主体としたフレットで動いていますので、それほど速くないというふうに考えていただきたいと思います。平均的なテンポで81小節目から弾きますと、これぐらいというふうに考えていただきたいと。ポジションは第3ポジションでデーとアを4、4、次のチスとアはポジションを変えずに2、4とまとめて取るようにしてください。この8小節間はまとめて取るようにしてください。で、89小節目はハーとフィスになりますので、第2第3の中間ポジションで1、1、次はチス・フィスになりますので、ポジションは変えずに4、1、次は
最後の音は R になりますので、惰性で歯で弾かないように注意してください。93小節目から5小節間は第4ポジションでまとめて取ります。ここまでまとめて取ります。で次は正 F になりますので、第2ポジションで4、1とまとめて取るようにしてください。でアルコになります99小節目からはハーフポジションでまとめて取るようにしてください。ここまでまとめて取ります。で次はゲーとデーが出てきますので、両方とも開放でも構いませんし、あるいは押さえて取るのであれば第3ポジションで1、1でこれで取るとアーとデーは4、1と取ることになります。こちらで取っていただいても構いません。111小節目から4小節間のポジションですが、上のゲーは第6ポジションで3を使います。で次はゲスが出てくるんですけれども、ポジションを変えずに2で取っていただいても構いませんし、あるいは114小節目でデスが出てきますので、それを見越して第5、第6の中間ポジションに移って4、4と取ってデスを同じくデー線で4、こちらで取っていただいても構いません。でデスをデー線で取った場合、最後のゲス F のスダーはアー線で2、1と取ることになります。あるいはデスをゲー線で取る場合は、第2、第3の中間ポジションで4で取った後、ゲス F のスダーはデー線で2、1と取ることになります。こちらを使っていただいても構いません。その後ピッチカートを挟みまして、135小節目のアルコは音量はフォーティシモになっていますので、ボーイングは当然ダウンで弾くようにしてください。146小節目からテンポプリモ、冒頭のテンポに戻ります。150小節目から通していきますと、次の C ダブフラットは回路を使っていただいて構いません。全て第1ポジションでまとめて取ることができます。その先のピッチカートも弾きますと、次のベは当然ハーフポジションで1、次は第2第3の中間ポジションで、ここはアスのオクターブになりますので、下のアスを A 線で1で取った後、上のアスは A 線で4でまとめて取っていただきたいと思います。で最後は今ゲス F を2、1と取ったんですけれども、ハーフポジションで F と S を4、1、こちらで取っていただいても構いません。で最後もアスのオクターブが出てきますので、最後のデスとともに第2、第3の中間ポジションでまとめて取っていただきたいと思います。162小節目のボーイングはダウン、アップ、アップダウン、どちらから入っていただいても構いません。でポジションですが、ここも C のダブルフラットが出てきますので、実質 R と同じ音になります。ここはもう開放を使っていただいて構いません。次も同じですね。最後はデスのオクターブ上が出てきますので、第2第3の中間ポジションを使ってあらかじめ下のデスを1で取っておけばまとめて取ることができます。で最後もデスしか出てきませんので、もうポジションはもう変える必要はありませんので、もうまとめて取っていただいて構いません。はい、第2楽章は1回限りの解説とさせていただきました。長いタイやスダの部分を変えをするかしないかはピアノソロのテンポ設定に応じて変わっていきますので、もう臨機応変に決めていただいて構いません。そしてプレステシモの部分のピッチカート、譜面にはピアニシモ、ピアノと書かれているんですけれども、C 社によってはもう少し大きな音が要求される場合もありますので、その場合はメゾピアノ、メゾフォルテぐらいに上げていただいて構いませんので、要求に応じて音量を変えていただきたいと思います。今日の動画はここまでとなります。この動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ではまた次回。